エイヌ語は中国の新疆ウイグル自治区で話される、チュルク諸語に属する少数言語である。ウイグル語の文法を、音ソと、主にペルシア語の語彙からなる。新疆ウイグル自治区内のエイヌ語の文布、エイヌ語の使用域は、新疆ウイグル自治区のタリム盆地南部に点在している。和社はかつて、アブダルと呼ばれ差別された人々で、周囲の集落との通婚は稀であったが、現在は、 ほとんどが農業や商業に従事し、周囲の集落との違いはほとんどなくなった。和社は普段はウイグル語を使い、よそ者が来た時に一種の秘密語であるエイヌ語を使う。エイヌ語の音素はウイグル語と同じである。母音の音素は以下の8個があり、長短を区別する。子音の音素は22個ある。文法はウイグル語と同じであり、 昨日語もウイングル語のものだが、内容語は主にペルシア語に由来する。このため、ウイグル語話者には理解できない。例えば、エイヌ語を使い始めるときの決まり文句を国際音声記号で示す。これに対応するウイグル語の文を一家に示す。比べてみると違うのは内容語だけで文法と機能語は同じである。いると、なるで、現れるを意味する。エイヌ語話者は、 元はペルシャ語話者であった。そのためエイヌ語は、語彙はペルシャ語由来のものがほとんどでありながら、文法構造はウイグル語という言語である。ウイグル語に同化する途中にある一種の混合言語と言える。ありがとうございます。